はい、どうも奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースについていろいろとお話をしております。今はですね、来年に向けていろいろ展望をですねお話をしているところで、まあまたねキャンプが始まるちょっと前ですね、まあ今日が29日ということで、まあもうすぐね春のキャンプ始まりますけども、まあそれに向けてですね、結構まあ岡田監督はこうキャンプ始まる前にですね、もういろいろこう来年についてこうメディアでですねお話をするというですね、今回はそういうなんていうんですかねスタイルで言ってますから、結構もうね、キャンプに入る前ですけど、もうどんな方針でいくのか大体こう見えてきてる感じかなっていうふうに思いますので、まあそれを元にですね、今の段階での感想をお話をして、まあもちろんねこれがキャンプに入ってまたいろいろ変わってきたりね、まあもちろん怪我とかね抜けたりとかね、意外と頑張る選手がいてですね、ちょっとまあプランが変わったりとか当然あるでしょうけども、まあ今の時点で、来年こうなってほしいなみたいなですね、そういった感想をお話をしております。で、今までまあざっくりといろいろとですね、まあピッチャーについてとか野手についてお話ししたんですけど、まあもうちょっとね絞ってね、お話をしていけたらなということで、今回はね打線の中核のですね、まあ4番バッターですね、まあクリーンアップ3-4-5ということですけど、まあ打線決めていくとき、まず4番から決めるっていうですね、人が多くてですね、まあ日本の場合そういう、まあ4番というのは特殊なですね、打順ということで、まず4番が決まれば、あとは決まっていくというような、そんな感じですから、まあまず4番ということで、3-4-5のですね、まあ4番が決まったら3と5が決まるかなみたいな、そんな感じですから、この辺をですね、お話ししていきたいんですけれども、まあさっきちらっと言いましたけどね、日本では4番バッターってすごいこう特殊なですね、存在に、今なってるんです。まあ文化的なところがね、あると思うんですね。4番バッターっていうのは、まあそのチームのですね、まあ最強のバッターが打つみたいなですね、そういうのが、日本ではですね、主流になってましてですね、まあ当然ね、点を取るためのスポーツですから、普通にまあ一番ですね、単純なのは、こう、いいバッターから順に並べていったらですね、点になる確率は高いわけなんですけどね、その、要するに、打順が1番が一番こう、たくさん回ってくるわけですね。当然ね、1から9までいったら次また1番に戻りますから、1番バッターが一番たくさん回ってくる確率があるわけですから、一番いいバッターを1番に置いたら、そのバッターに一番たくさん打順が回ってくるわけですから、当然、点になる確率が高いということで、例えばその、ゲームの場合ね、コンピューターゲームとかね、の場合は、最強のバッターは1番に並べ替えるということが、まあ結構ね、されたりします。要するに、まあ1番ホームランをたくさん打ってですね、打点を稼げる人を1番に置くと。1から順にこう、強い順に並べていくっていうのが、まあ確率だけで言うと点になる確率高いんですけども、もちろんね、実際の野球は人間同士がやるわけですから、相手がね、嫌がる攻め方をこうしてきたわけですよね。っていうことは、1番バッターに最強を置いてもですね、相手からしたら、まあそこだけ抑えれば、あとはどん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 こう力が落ちていくっていうことですから、まあ楽に投げれるということですから、あんまり効果的ではないということですね。なので、日本の場合はですね、大体こうポイントゲッター、まあ一番こう打点を稼げる長打が多いっていう人を、まあ3、4、5あたりに置いてですね、まあ1、2番は出塁率の高い人を置くという形を取りますね。そうすると1番か2番かどっちかが出塁をして塁にいる状態で、長打力のあるバッターを迎えると、その方が相手からしたらね嫌やなっていう感じですね。それでそのもちろんその出塁してる1番2番が足早ければですね、盗塁もこう気をつけないといけないしっていうことですよね。でホームランを打たれたらランナーいるから2点3点になるということだし、まあ長打があればね、2塁打とか出ればですね、足の速い1、2番が出ていれば一気にホームに帰ってくるということで、まあ点になる確率が高いという、まあそういった考え方ですね。で問題はですね、その1番ホームランが多いとかいうね、その1番最強のバッターを何番に置くのがですね、一番点になる確率が高いかっていう議論を昔からずっとされてるんですけど、大体この大リーグではこう3番に最強バッターを置くっていうのが、まあもともと主流だったみたいですね。3番最強説ですよね。で日本ではなんで4番最強説になったのかっていうのはね、ちょっとまあこう文化の違いだと思うんですけど、おそらく日本でプロ野球ができてですね、最初の頃に最強のバッターを4番に置くっていうので定着して、そっからずっと来てるんだろうと思うんですね。おそらく大リーグの、まあベーブ・ルースとかね、そういうすごい、レジェンド級の名前のすごい選手が4番を打ってたから、日本でもまあ最強は4番に置いた方がいいんちゃうかっていうことで、例えば川上哲治さんが4番バッターをですね、打ったりしてですね、そっからこう、脈々とですね、4番がこう最強や、みたいなのが日本ではこう根付いてきたのかなと。逆にアメリカではですね、2番に最強バッターを置いた方が手になる確率高いんちゃうかっていうのが最近ね、主流になってきたりして、2番に強打者を置くっていうですね、まあ、1番が出てすぐ2番がこう長打で返すみたいなんですね、そっちの方が手になる確率は高いよっていう、そういう考え方も最近はね、ありますから、まあ実際に最強のバッターをどこに置けばいいかっていうのはちょっとね、まあ実際にはその、
その時のさ、チーム状況にもよりますから、単純には言えないんだろうと思うんですけど、だから4番っていうのはそれ以上の何かですね、こう、なんていうんですかね、こう、重責というかですね、日本の場合はですね、まあ一つのこう、単なるポジションではなくて、なんかもうこう、称号みたいな感じになってるわけですよね、4番バッターというのはですね。だから4番は大変なんですね。単なるポイントゲッターとかいうことではなくて、要するに、チームのですね、まあ勝敗を背負わされるわけですね、日本では。まあ勝敗というか、負けを背負うわけですよね。勝った時はですね、その時にその活躍した選手がヒーローになってですね、その選手がまあ活躍したら勝ったねってなるんで、別に問題ないんですけど、まあ負けた時にですね、例えば先発ピッチャーはですね、点を失ってですね、ゲームをぶち壊しにして負けたりしたら、まあそれは先発ピッチャーのせいでなると思いますけども、例えば 0-0 でいってですね、ピッチャーはめっちゃ頑張って0点で抑えて、で、最後まで行ったのに、結局最後に1点取られて 1-0 で負けたとかっていうことになるとですね、結局その、打てない、当然ね、ピッチャーは頑張ってるわけですから、打線のせいっていうことになりますね、負けた原因がね。その時に、やっぱりですね、こう、ファンとかマスコミに、こう、批判されるのは4番バッターっていうことになってくるわけですね。4番バッターが打てなかったから負けたっていうふうに、やっぱりどうしてもそういう風潮になるわけですね。日本の場合ね、文化的にそうなるわけですよね。なので、まあ実際はね、その別に4番バッター1人のせいで負けるわけではないし、当然ね、その全員のチームでやってるわけですから、まあみんなのせいなんですけど、全員が打てなかったわけですから、誰かのせいってことはないんですけれども、日本のその文化でいくとですね、やっぱり4番バッターっていうのはチームの負けを背負わされるっていうですね、そういったすごい重責を担うという、まあそういったポジションになってますから、誰でもいいわけじゃないですよね。その、そこそこ長打が出て、そこそこ打点稼げたら、とりあえず4番に入れとこうかっていうのでは、やっぱり、なんていうんですかね、その選手が、まあね、重圧に潰されてしまうみたいな、そんな形になってしまいますから、やっぱり4番を打てる人っていうのはですね、限られてくるし、だから4番を育てないとダメっていうことになるんですね。で、4番が育ってこない場合はもう外国人選手を置くしかないっていう風になってくるわけですね。4番バッターとかですね、抑えの切り札とか、この辺はもうチームのですね、勝ち負けをもう一心に背負うっていうところですから、中途半端な実力のある人が行ってですね、その人がもう批判をこう浴びてですね、ってなったら、まあ、耐えられないわけですよね。例えば去年の岩崎なんかね、抑えを暫定的にやりましたけども、ずっと年間通してはすごいいいピッチングなんだけど、何試合かに一回やっぱりね、ちょっとこう打たれて負けたりしたら、やっぱボロカスに言われるわけですよね。年間通じた成績見たら決してですね、こう悪くはないのに、やっぱり、そういったですね、重圧をこう耐えないといけないというですね、そういったところですから、それに耐えられる選手が日本人でいない場合は、助っ人に頼むということになりますよね。そうすると、外国人選手はですね、そんなずっといるわけじゃないですし、別にね、その2、3年ちょっとね、いるだけのチームのですね、勝ち負けを背負わされても、別にその、まあ、言うてみれば平でもないという、そんな感じですから、まあ、どうしてもいなければ外国人をですね、4番バッターにするんですけど、でも本当に強いチームを作ろうと思ったら、やっぱりきっちりとですね、まあ自前の4番バッターを育ててですね、もう長年にわたって4番をこうやってもらうというですね、やっぱそういったチームが、強いチームになるでしょうし、ファンとしてもやっぱそういったチームを見たいということですから、やっぱ4番バッターは大事だなと。最近の話で言ったら金本さんなんかそうですよね。金本さんなんかはもうとにかく、だから当然打撃成績もですね、その、勝ち負けを背負うにふさわしいだけの打撃成績を残しとかないといけないし、あとはもうね、ずっと出続けるっていうですね、金本さんなんかの場合はそうですよね。で、生え抜きの4番バッターでいくと、もうやっぱ掛布さんぐらいまでやっぱ遡ってしまうかなというふうに思うんですよね。まあ、2003年優勝の時は最初浜中さん打ってましたけど、怪我で抜けてから檜山さん打ちましたけど、まああれもですね、4番バッターというか4番目のバッターっていう、そんなイメージですよね。2004年に岡田監督になってから金本さんが4番をずっと打ってましたけど、まああれはね、4番バッターっていう感じでしたけども、まあ、生え抜きではなかったということで、できれば生え抜きのですね、4番バッターが欲しいなと。だから阪神ファンはそう望んでるわけですよね。もう本当にそれこそ掛布さん以来全然いないっていう感じですから、で、それがね、今年あたり、大山佐藤っていうあたりがですね、こう、期待を背負ってですね、やってくれるんちゃうかって思っている、そんなところですよね。で、岡田監督はですね、4番大山っていうのをもう明言をしております。なので、4番大山で行くでしょう。で、大山選手がですね、それだけのこの、さっき言ったようなですね、4番の重責をこう、担えるかどうかっていうところが、まあ、なんていうんですかね。まあ、今後の阪神タイガースがね、強いチームになるかどうかの、まあ、一つのね、要素かなというふうに思ってるんですよね。入ってからしばらくね、我慢して4番で使われてたっていう、そんな、シーズンがね、矢野監督の時かな。
多少打てなくても無理やり4番で使ってたみたいなですね、そういった使われ方をしてた時期もありますけども、もうそろそろ年齢としてもですね、もう大卒で5年目6年目とかそんな感じですから、そろそろ一本立ちじゃないかんということで、使ってもらっているという立場はもうそろそろ卒業しないといけなくてですね、もう大山外せないでっていうぐらいにならないとダメかなというふうに思うんですよね。ってなったらですね、まあ、なんか練習態度とかですね、人間性なんかはもう4番にふさわしいっていうふうに岡田監督はですね、言ってますから、あとはもう打撃成績ですよね。打撃成績ですね。打点はね、コンスタントにこうね、上げられるようになってきまして、まあ、チャンスでこうね、きっちりと打点を上げるね、犠牲フライであったりですね、タイムリーヒットであったりっていうところを、コンスタントに打つっていう、その辺の技術はもう身についてきてるかなっていうふうに思うんですけども、あとはもうホームランですよね、ホームランと、あとまあ打率かな。やっぱり3割30本っていうところが一つの目安かなというふうに思いますから、今の大山選手でいくと、大体もう計算立つなっていうのは2割5分ぐらいで、ホームラン20本というぐらいしか計算はできないですね。だからここからさらにこう、ですね、成長してもらって、まずどこまでいけるかですね。まあ、3割30、悪くても3割30本は打ってくれるでっていうぐらいの選手になってくれればですね、打線のこう中核をどっしりと担ってくれるかなっていうふうに思うんですけどね。その辺がね、今年の飛躍をこう期待する年になるかなと思いますし、まあ、岡田監督がね、この時期ですね、もう4番大山で行くよって明言してるっていうことは、もうそんだけの、まあ、自覚をですね、持ってほしいっていうことだと思うんですよね。もう4番お前やでっていうのはもうキャンプに入る前から明言してるということは、もうキャンプでのどう過ごすかっていうところをこう岡田監督はですね、こう期待してるわけですよね。この責任を持った状態でキャンプを最初からこうね、やってほしいと、そういうことでしょうね。その辺もまあ岡田監督なんかはまあ現役時に掛布さん見てですね、そういうのを感じてるんだろうなというふうに思いますから、やっぱ4番っていうのはもう背中で引っ張っていかないかんっていう、そういう存在なんでしょうね。だからそれをこう、まあマスコミ通じてもメッセージを発してるわけですよね。なのでこの辺はね、大山選手のまあ自覚とですね、それから責任感とですね、この辺がまあどういうふうに、成績に現れてくるかっていうのを今年はですね、ちょっと注目をしたいなというふうに思っています。で、問題はその前後を打つ選手は誰になるかっていうところなんですけど、まあ佐藤大山の2人でクリーンナップの2つをこう打ってもらって、残りの1つをまあ新人の森下で行くか新外国人で行くかっていう感じで最初ね、岡田監督言ってたんですけど、まあここに来てまあノイジーを使うんではなかろうかというふうにですね、今のところは岡田監督の口からはそういうふうに言ってますよね。まあ、森下選手はね、その入団のその最初に挨拶行った時にクリーンアップ1個空いてるでみたいなこと言ってましたが、まあそこ、あれは多分ね、まあリップサービスのところもあると思うんで、いきなりね、森下選手をクリーンアップで使うっていうことはよっぽどのね、よっぽどその外国人がこけてですね、森下選手がすごい調子いいとかいうことになればわかりませんけども、そういうことでなければおそらく森下選手いきなりクリーンアップで使うってことはないんだろうなと。いうふうに思います。で、佐藤選手は大山の後を打たしたいというふうに言ってましたから、おそらく3番にノイジー、5番に佐藤というですね、こういった、形で、行くんではなかろうかというふうに思いますよね。でね、その、まあ、ノイジー選手がどういうね、バッティングするのか、まあ、オープン戦見てみないとわかりませんけれども、そのね、外国人選手もですね、クリーンナップに向いてる選手と、下位打線に置いといた方がいい選手といると思うんですよね。その、まあ、バッティングのスタイルですね、その、外国人選手はやっぱり長打をね、期待しますから、日本人にないものをですね、補ってほしいから、わざわざ外国から来てもらってるわけですから、日本人と同じようなスタイルだったら別に日本人選手を使ったらいいわけで、外国人選手で求めるものは、やっぱりこう、長打ですよね。大きいのを打てるかどうか、ポイントゲッターになれるかどうかっていうところなんですけど、その、まあ、大きく分けるとですね、何でもかんでも振り回すっていうタイプと、それからですね、ちゃんとその、決め球をきっちり打ち返していくっていうタイプに分かれると思うんですね。何でもかんでも振り回すタイプっていうのはもう外のスライダーだろうが低めのフォークだろうが何でもかんでも来たら振り回すと。だから空振りも多いし三振も多いけど、まあ相手も人間なんでたまに投げミスはありますよね、当然ね。外のスライダーがちょっと甘く入るとかですね、フォークが落ちなくて来るとかですね。そういうのをこう捉えるってね、ホームラン打つっていう、そういうのがまあ、いわゆるびっくり箱的なですね、選手ですよね。その、そういう選手にですね、無理やりこう、ボール球を選べみたいなことを言うとですね、バット出なくなっちゃいますから、そしたらたまに来る失投もね、打てなくなっちゃうっていうことですから、こういう選手はね、空振り多くてもいいから、とにかくブンブン振り回してほしいわけですよね。ほんで、たまに来た失投をガツンと打つと。それで年間30本ぐらい打つっていう選手はですね、こういう選手はクリーンアップでは置けないですよね。置けないですよね。こういう選手は7番とか8番に置いといてですね。で、まあ、相手がですね、こう気を抜けないような打線にするっていうことですね。7番とか8番に置いておいて、まあ、びっくり箱的にたまにですね、嫉妬が来たらガスンと打つみたいなですね、そんな感じの選手と、それから
きっちりとですね、配球を読んで相手の決め球をきっちりと打ち返すことができるっていうですね、まあこういった選手はまあ、クリーンナップにおいても、まあ活躍はできるかなっていうところですね。まあ最近でいくと、だからまああれですね、まあマルテ選手なんか調子いい時はそんな感じでね、相手がこう、ボール球を誘ってくるやつを見送って、カウントを作って、で最後、打てるところに来たやつをきっちり打ち返すっていうですね、こういったことができる選手はまあマルテ選手なんかは3番をね、打って、ちょうど打線がね、こう繋がったりしてましたし、まあ、逆に途中から来たロドリゲス選手なんかは下位打線に置いとかないとですね、ちょっとクリーンアップにおいてはちょっと、打線が繋がらなくなるなっていう、そんな感じですね。まあ、ノイジー選手がどっちのタイプかですけど、まあ、もちろん3番を任そうとしてるわけですから、当然ですね、そのブンブン振り回すということではなくて、きっちりとですね、相手がこう、意図を持って投げた球を意図を持って打ち返すっていうですね、これができる、選手なのかなというふうには思いますけども、この辺はね、ちょっとこう、見ていきたいところかなと。だから、2005年優勝した時のシーツみたいな感じですよね。3番にいてですね、まあ打線をうまいことつないでいくっていうそんな感じですね、まあ最近で言ったらマートンとかですね、そんな感じですよね。そういった活躍を期待したいなと。だからどっちかっていうと、そのあんまりこう、まあ長打期待なんですけれども、そんなにですね、まあもちろんね、ホームランが一桁とかだったらちょっと物足りないなと思いますけど、別に30本も40本も打ってもらわなくてもいいので、20本ぐらい打ってくれてですね、打線をきっちりつないでですね、4番の大山にこう打点を稼がすみたいなですね、そういった活躍が3番にいてですね、できてくれればですね、まあ万々歳なのかなと。で、これもしノイジーがこけた場合ですね、ミエセスはどっちかなと思ったら、ミエセスはあんまり3番タイプじゃないような、まあ見た目だけですけど、感じがするので、その場合もしかしたら打線組み替えになるかもしれないですね。で、そうなってきたら、1番、2番はね、おそらくこれ近本、中野で行くと思うんですけど、まあこれももちろんクリーンナップが決まってから1、2番も決めると思うんですけど、おそらく近本、中野で行くとこう左になるんで、3番やっぱり右を置きたいというふうにですね、思うと思うんですね、バランス考えたら。ってなったら、まあもしノイジーあかん場合、ちょっとね、いろいろ考えないといけないことが増えますよね。ミエセスを使う場合3番で行けんのかとかですね。で、ミエセスを使わないんだったら、右バッターで3番打てるのって、やっぱ森下とかになってくると思うんですね。大山を4番から3番にするということをしないんであればですね。だから、その、もしノイジーがあかんかった場合に、ちょっとね、どういうふうに組み替えてくるのかが、ちょっと見物かなと。いうふうに思います。で、佐藤選手は5番を打つということを、まあ、明言してますから、まあ、大山を見ながらですね、その後ろを打つということなんでしょうね。だから、大山の背中を見て、いろいろ感じながら育ってほしいっていうことかなというふうに思います。本当はね、3番佐藤、4番大山っていうですね、この3、4番が組めればですね、まあまあ、王長島じゃないですけどね、あんな感じのイメージでですね、そう成長してくれれば、ファンとしてはね、夢あるなっていう感じなんですけど、そのさっき言ったように、1、2番が左なだけにですね、3番に佐藤置くと、左ってなるので、まあ、あんまり打線の右左、岡田監督はね、こだわらないとは思いますけど、やっぱりちょっとそのあたりね、左が3つ続くっていうのは、ちょっと相手の系統を楽にしてしまうっていうですね、ことがあります。ここは代打出せませんからね。なので、相手からしたら、まあ、岡田監督はその系統の右左はこだわらないタイプですけど、相手に、その、なんていうんですかね、楽させてしまうっていうね、一個考える要素を減らしてしまうっていうことになりますから、そういった、こう、ね、駆け引きという意味では、やっぱ左を3枚並べるっていうのはちょっと避けたいかなというふうに思うと思うんですね。なので、3番は右で行くのかなと。もし打順を大幅に組み替えないといけないことになって、3番にだから大山を打たさないといけないということになったら4番佐藤の可能性はありますよね。だからこの辺がね、どういうふうに、当然ね、今の段階で考えていることはキャンプに入って変わるし、シーズンに入ってですね、いろいろこう、その時の状態とかですね、見ながらまたどんどん変わっていくと思うので、どういうふうにですね、その辺が定着していくかっていうのはちょっと見ものかなというふうに思いますね。だから個人的にはね、ノイジーがあかんかったら3番森下っていうのを見てみたいなとは思うんですよね。その時のまあ、調子にもよりますけどね、全然もう打率が1割台とかやったらちょっとね、さすがに無理ですけども、まあそこそこプロでやっていけそうかなっていう感じのバッティングをしてるんだったら3番に、森下を置くっていうのも一つ面白そうかなというふうに思いますし、で、何回も言いますけど、こうもしこう外国人こけて外野手にですね、空きができた場合ですね、その場合そこに入ってくるのがですね、まあ、高山とか板山が入ってきたらですね、先ほどに左なんで、3番はちょっと打たしづらいかなと思うんですけど、ここに井上が入ってくるようなことがあればですね、
可能性ありますね。井上か森下かどっちかが3番を打つですね。っていう感じですね。で、もう一個がこう6番を打つみたいな、そんな形ですよね。だからこれもね、まあ見てみたいなっていう感じですね。だからね、あれなんですよ。例年はね、その外国人選手がこけたら困るなと思ってたんですけど、今年に関してはね、外国人がこけてからの方が面白いなと思ってるので、この辺もね、まあ岡田監督とかうまい、やり方うまいなと思うんですよね。その、ファンとしてもですね、まあもちろん外国人選手は大活躍してほしいんだけど、もしこけたら誰が使われるんやろうっていう、そういったワクワク感がすでに今からあるので、この辺のね、なんかマネジメントとかプロデュース力もね、結構まあ老快というかですね、結構ファンをワクワクさせるのが今年の岡田監督はね、上手やなというふうに思ってますから、この辺もね、ちょっとクリーンアップを期待していきたいなというふうに思っております。もちろんですね、もう右左関係なくですね、まあ、3番に佐藤とかですね、まあ、高山を3番とかですね、こういった可能性も当然ありますから、この辺も含めて、ちょっと楽しみにしていきたいなというふうに思います。まあ、まずはね、ノイジー選手がきっちりと3番にハマってくれれば、万々歳なんですけど、もしこけた場合にどうなるかっていうのはですね、個人的にはちょっと楽しみやなというふうに思ってますので、その辺を今年はね、楽しみながら見ていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今回はね、クリーンアップは特に4番ですかね、4番大山ということで、その前後誰が打つかな、打ってほしいかなというところをお話をさせてもらいましたけども、まあ、この後ですね、まあ、また1、2番とかですね、この辺もちょっとまあまあ、いろいろなパターンをですね、考えながらお話ししていきたいなと思いますので、またよろしくお願いします。ということで今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。